どうも、ヤズオルティーミーのヤズです。はい、皆さんお待ちかね、ご存知の方多いと思いますが、いつもご視聴ありがとうございます。出ましたね。どうも、久々のご視聴で、拍手やりがちなんでね。はい、USチーム皆さんの、吉川さん、吉川です。どうも、ありがとうございます。ということでね、今日もですね、ちょっとシャフトについてのね、皆さん知らないこと、まあ、僕らもね知らないことたくさんあるので、まだまだちょっとその辺を皆さんに分かりやすいようにちょっといろいろ聞いていこうという企画の、まあ、ちょっと今日一つ目でございます。はい、はい、今回はですね、吉川さんにお聞きしたいのは、はい、よくね、まあ、今だとアイアンはやっぱりスチールシャフトを使ってる人がまだまだ多いかなと思うんですけど、僕なんかも結構カーボンを結構使ったりとか、うん、それこそね、うん、余ったサイアンとか使わせてもらったりとかしてるんですけど、うん、まあ、そのスチールとカーボンのまず違い、うん、これを多分皆さんよく分かってないから、うん、まあ、とりあえずスチールかなみたいなイメージでやっちゃってると思うんですけど、はいはいはい、じゃあその辺をもう今日は、一番の違いは値段です。まあまあまあ、やっぱね、ちょっとね、USチーマミヤチャンネルがちょっと伸びてるから、べしゃりがね、べしゃりが上手くなったんです。あの、何ヶ月か前かよりはかなりそう、饒舌ですよ。はい、はい、ただまあ、やっぱり本当に値段は違うんですよね。値段は違うんですよね、うん、まあ、これも結構な、うん、とこだと思いますね。まあでも、そんな倍するかって言ったら倍はしないじゃない。倍はします。え、倍しますよ。そうなんですか。すごっ、はい、ざっくり言うと倍、まあ、5000円と1万円みたいな。そうですね。なるほど。そうですね。そうか、はい、高級品だ。大丈夫ですか、これ売れなくなっちゃう。全然大丈夫です。大丈夫、あ、全然大丈夫。大丈夫、強気だな。大丈夫です。はい、やっぱりこのカーボンの良さっていうのがあるんですよね。はいはいはい。で、まあ、やっぱりスチールとカーボンの一番まず大きいところっていうのは、そうですね、やっぱりボールが、まあ、やっぱ上がりやすいっていうかな、うん、はい、だと思います。やっぱりしなる量っていうかな、はいはい、やっぱり金属のものとカーボンのものだとやっぱりしなる量が違うので、それはその、はい、同じそのフレックスとかでもってことですか。そうですね。あ、そうですね。振動数は一緒でも振り幅は大きくなるというかな。え、はい、え、知ってました。そうですね、今俺変えたくなってます。振動数が同じで、はい、振れ幅が違うっていうことがあるって知ってました。いや、それもう意味わかんなくなっちゃった。ほら、振動数っていうのは変わらないんですけど、はい、そう、戻る、なんとかな、スピード、はい、うん、これは軽く振っても速く振っても変わらないんですよ、その数値自体は、うん、だけどその振り幅が増えるんで、戻ろうとするスピードが速い。あ、じゃあ同じフィーリングで、はい、同じその自分の働きで、はい、より大きなエネルギーを生み出す。そういうことです。そのことで、まあ、ボールが当然上がる、はい、上がるということは大体の方が、まあ、飛距離も出る、うん、はい、そうするとさらに、まあ、ボールのスピンっていうのも、まあ、増えやすいかなっていうのはありますね。飛ぶ、止まる。そうですね。そうです。それと結構大事だと思うんですけど、まあ、皆さんもそうだと思うんですけど、やっぱりドライバーとかフェアウェイ、ユーティーって結構、あ、まあ、結構というか大体カーボンですよね。まあ、ほぼね、今はそうですよね。でアイアンをなんでスチールに使ってますか、そのなんか明確な答えがあるんであればいいと思うんですけど、なんとなくなんとなくですよね、多分ね。もともとは当然ですけど、カーボンシャフトってなかったね、元々。あ、アイアンの、はい、もうアイアンも含め、あ、なるほど、カーボンってなかった。ドライバーもスチールシャフトだった。そうです、そうです。それこそもう40年前から50年前、はい、はい、それがやっぱりそのカーボンっていうのができて、はい、まあ、ドライバーから入っていって、はい、でそれってやっぱり軽くて、うんうん、強くて、うん、しなって、うん、それがどん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 飛距離が出るよっていうことで、やっぱり今ドライバーとかフェアウェイユーティには入ってて、はいはい、まあ、アイアン確かにその飛ばすクラブではないんですよね、はい、まあ、皆さんそうだと思いますけど、はい、やっぱり狙ったところに止めるっていうことに対してっていうと、まあ、スチールの方がいいっていう方もたくさん、まあ、いるし、当然プロがね、トッププロが使ってますから、はい、はい、やっぱりスチール使いたいっていう方もいますけど、基本的にはあんまりその大きなスチールを使わなきゃいけないっていう理由もないし、まあ、そうですよね。できればウッドからの流れの振り感っていうのを統一してほしい。そのじゃあプロがアイアンシャフトで、はい、まあ、まだ特に男子プロはスチール使ってるプロが多いわけじゃないですか。多いですね。
その理由は何だったりするんですか。これはちょっと僕個人的な見解になる、少しなるんですけど、少しですけど、やっぱりあのしなるということはトーダウンっていうのが起きやすいんですよね。でそれがやっぱりその打点の狂いで、打点が狂うと当然距離が変わる、スピンが変わるっていうのが、まあちょっとやっぱ起きやすい部分が、スピードが速くてパワーがある人ほど出やすい部分があるので、やはりなかなかこうそういう方は選びにくいかなっていうのはちょっとあります。それってその極論のプロレベルのパワーとヘッドスピードでほんのちょっとだけ出るっていう、そういうレベルの話ですね。そういうレベルの話です。だからやっぱりアマチュアゴルファーの我々はそういうところで恩恵をね受けていくべきだなって僕はかねがね思ってますけど、はい、もう絶対そうの、はい、そうしていただきたいなと。だからでその上でなんですけどね、はい、まあ、もちろんフィッティングにね、なんかこう、まあ、シャフトラボさんだったりに来ていただくのが一番いいとは思うんですけど、今ね例えばじゃあ、まあ、100g 台の、なんか S のシャフトを使ってるから、じゃあ、このアッタスアイアンのね 100g 台の S のシャフトにしようって、まあ、普通の人、多くの人思うと思うんですけど、でもよくある、僕もそうだったんですけど、その同じ重さ、同じフレックスでも、はい、そのちょっとこうカーボンの方が逆にしっかりして感じるというか、そうですね、ちょっと、うん、なんていうんですか、ハードに感じるっていう部分があって、うん、それって何なんだろうって思う。そうですね、やっぱりあのカーボンのシャフトって当たり前ですけど、カーボンのシートを巻いていくんですよね。だからその分重くするためには巻いていかなきゃいけない、はい、そうで巻くということはイコール硬くなる、はい、うん、ということで、だいたい重さを出すと硬くなっちゃうんで、はい、スチールと同じ重量だと硬、まあ、く感じるっていうのが、まあ、結構多い事例ですよね。フィーリングとしてっていうことですか。そうですね、振動数は、まあ、でも実際がそうでしょうね。あ、そうなんだ。同じ、本当に純粋にやったら、あ、じゃあ同じ例えば S っていう表記でも、はい、カーボンの方が振動数が高い場合が結構ある。高い場合とあると思います。あ、そうなんだ、はい、カーボンの方が硬いですよね、はい、スチール基本的には金属でも硬い。そうなんだ、はい、そのイメージすらちょっと皆さんそう思ってない人多いんじゃないですか、うん、やっぱカーボンってまあ、特にこの今までは女性とかその、はい、まあ、シニアの方とかがスチールを振るのがしんどくなってきたら結構柔らかめのカーボンを使うみたいなのがもう定説だったと思うんですけど、はい、今ってそれだけじゃないじゃないですか、うん、だからそっちのそのイメージが結構先行して、うん、やっぱりカーボン選ばないっていう人も多いと思うんですけど、そうですね、でも意外とその金属よりね、スチールより重い、硬いっていう事実があったりとか、うん、それが要は今までは本当にその女性とかそのシニアの方向けのやっぱものが多かったですよね。多いですよね。そうですね、それがそのちゃんとしたアスリートも使えるような、うん、はい、そういうのが生まれたのってそのどういう経緯なんですか。やっぱりそのカーボンの材料が軽くて強い、うんうん、材料ができてった、はいはい、できてきたっていうのが一番大きい部分だ、ね、じゃあもう本当に素材の進化というか素材の進化、まあ、技術も含めて、そうですね、すでに結構ね、っていう情報をたくさん出していただいてますけど、うん、もう僕はね、いろいろ聞きたいことあるんでこの後もたくさん聞こうと思ってるんですけどとりあえず今回のこのカーボンとスチールの違いの締めとして、はい、フィッティングできない人が選びたいってなった時に、例えばじゃあ同じね、さっきの 100g 台 の, あの S を使ってる人 は,、はいはいはい、要はちょっとダウンスペックのものを選ぶのが多分最適っていう話なのかなと思うんですけど、はいはいはい、それって例えばじゃあ 100g の使ってる人だったら、じゃあ 80g のじゃあ S だったらなんかその SR とか、うんうん、そういう感じのがあるんですか。そうですね、まあ、言ったように、まあ、100g をスチールを使ってると大体80から 90g ぐらい、はいはい、まあ10g から 20g ぐらい落とした形の S シャフト、はいはい、でちょうどいいかな。フィーリング的にその重さが軽くなれば同じ S でもその振動数は変わるから、はい、そうですね。なるほど、そうですね。あ、じゃあ基本的にはそのフレックスはまあいじらずに、はい、重さをちょっと軽くしてあげれば、重さを下げると、まあ、フレックスもちょっと変わります、うん、少し下がります。下がる分が硬く感じないっていうことになってくると思うので、まあスチールで 100g ぐらいのっていう振り感と、まあ、少し揃ってくるかなっていう感じですね、うん、なるほど、うん、まあじゃあちょっとね、もしカーボンシャフトに興味があって、はい、でもちょっとどうやって選ぶかわからないかったっていう人は今のちょっと参考にしつつですね、まあ、僕の方では、今のを参考にしつつ今後のシャフト開発に、役立てていきたいと思っておりますので、はい、
はい、ということで、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。拍手するんだよな。はい、ということで、この動画がいいと思ったら、チャンネル登録、グッドボタン。あとですね、UST マミヤさんの、公式チャンネルもございますので、概要欄からぜひ見に来てください。もうとってもマニアックな話がたくさんございますのでね。はい、吉川さんがさらに超絶に喋っておりますので、ぜひ見てみてください。ください。はい、ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。